なんでさ、3匹連れて行かせてよ。もくろー。鳥かー。焼き鳥にされない？山が近いから火山いそう。でも海辺も近いから水ポケモンもいそう。そんなこと言ったら鳥だってそこら中飛んでそう。どらにしようかな。神様の言うとおり、鉄砲打って、ワンワンワン。カキの種、たまてばこ。みじゅまる。みじゅまる抜きで考える。なんでみんなみじゅまるあんまあれなの？どれにしようかな、神様の言うとおり、でこうってバンバンバン、柿の種、たまてばこ。ひなあらしになった。ひなあらしか。じゃあ、もくろは消去法で消してってのみたいじゃん。もくろ強いの？いや、見た目はいいや。見た目は可愛くても可愛くなくてもいいや。強いかどうかが問題だ。もくろは弱点多いから大変。もくろってなんだっけ？飛行だっけ？飛行と鳥？飛行は確か電気に弱いのは知ってる。電気と氷と岩に弱い。あ、草も生えてるんか。草。炎と氷と毒と飛行と虫に、弱点多くない？待って。鳥、弱点多くない？水タイプは結構万能性が高い。まさか水丸万能説？何選んでも何かに弱い。わかりました。プシュプシュプシュ。あ、悲しい顔で2匹に見られてる。クッポー。クッポーは平気そうだけど。ピチャー怒ってない。残りの2匹。選ばれた日の嵐を応援しているみたいだな。本当に